今回のレシピは鶏の卵、岩塩、ヤギのバターとハイラレだけです。きのこオムレツさ、はい、ということでこんにちは、ブレワイ大好きおじさんのカイジです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きをやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということでこれ25本目になるんですけども、 YouTube の方では16本目が上がっている状態になっておりまして、でまあ結構集計してみたんだけど悲しい事実が出てきまして、まあ1本あたりの平均再生回数はまあ100回未満かな、負けた何十回とかっていうレベルっていうのと、あとはコメントがゼロなんですよね。全部での合計で0件でした。ということで今日も枕をびっしょり濡らしながら寝ようと思っているんですけども、コメントお待ちしております。ということで現在は進捗としては、解放したのがチューリとシドと、イウンボーだね。で、最後ゲルド地方に向かえばいいんですけども、その前に、歩いてないところを歩きたいなと思って、前回の動画でもがっつりこっちのヘブラ地方とか行っておりました。地下はこんな感じ、空はこんな感じっていうところですね。でプレイ時間は160時間以上になってまして、バッテリーはこちらで見える通り全部青色になってますけど、上限まで鍛えてます。で、頑張りゲージもマックスだし、まあハートはご覧の通り2列目入ったかなってとこですね。25個あるのかな、ハートが。っていうところです。なんか、ありそうなんで話しかけてみますか。討伐隊本部。伝言ゲームがうまくいってないやつな。大型の魔物。ああ。ヨアロック。そこら中倒してんだけどさ。これは何？倒してないよってやつ？その情報なんかな？ウォンテッド？はい。森の馬宿のベイル平原。未討伐のやつが出てきてんのかな？ジークはまだゲルド地方行ってないからね、無理だな。モルドラジーク戦結構好きなんだよね。おお。遠征中の討伐隊ってなんかが右上の方は、あ、トリュー隊は結構何回かあったね。ああ何これ、鉄だったらどうなるんだろう。ミニクエストが増えてるわけではないね。トリュー隊は手伝いましたけども、カレオ橋も行ったと思うんだけど、この辺はよくわからんな。ああ持ち上げてくるね。はい、ということで今回はここに来たのはハイラル城に行こうと思ってるんで、監視トリデルまで戻ってきたんだけど、ミニチャレンジのこれかな。
ハイラル城の玉座の間に英傑の服が置いてあるってことで、これを探しに行こうと思います。まあ、それ以外でも今回の動画は新しいエリアには行く予定はないので、ひたすらこの辺の歩いてないところをガンガン行っていこうかなと思っております。なので、ゆっくり見ていってください。前にも一回挑戦したんだけどね、玉座がどこにあるのか全く分かんなかったんだよな。さあ、コログのお面あるし、もし何か見つかってなければ探していっちゃうぞと。っていうのと、前ハイラル城の下を通った時に祠センサーが鳴ってたんで、おそらくハイラル城のどっかに祠があるね。お、おや、下だった。進めない、そこら中にいるな。あ、走り回ってんじゃん。めっちゃ見逃してるね。何この密度。おお、ここか。じゃあ上上がりましょうか。すげえ、ちょっと全てのコログをってわけにはいかんな。だけどこれ多分ここの辺だな。ですよねー。掴め、上手に掴んで。お、風車発見。チュールめっちゃ撃ってくれてる。お、この辺の両手剣初物。で、ここの広間にも入ったんだけど、これが玉座ではないんだよね。本丸になってるけど、玉座ではないんだよね。黄昏の意味、何それ。触ったら落ちそう。古くからハイラル王家に伝わる弓、黄昏の魔物と戦った姫が使ったと言われ、放たれる矢は力強く長い射程を誇る。めっちゃいいじゃん。
一直線かな。ああそうでもないね。まあでも遠いっちゃ遠いってことか。コログ。とりあえず揺らしてみただけなんだけど。へえ。まあいいや、とりあえずスッキリした。カンコン。あったー。結構、しっかり露出してたんだね。セルタボマチ支える形、支えます。こうです。この形はイージーやね。これ序盤に来るとこなのかな。おそらく合わせ技だろうね。こんな形で。どうも。そろそろそうやね、宝箱があるよね。針があってここはいけないと。板3枚。コンセプトが一緒であればこうやな。でこうやな。舐めてもらっちゃ困るよん。いらないけどこれで宝箱 OK。 ここはちょっと高いんだよね。幅的にちょっと意地悪してるんだよな。こういったらこう蹴れば別に問題なかったりするんだよな。はい、強引にねじ込むっていう。玉座の間ってどこ。どう考えたったの本丸らへんだと思うんだよ。ノートがない、レシピがない。なんじゃこりゃ。龍眼石、図鑑登録。これはオルドラから取れたりするんかな。ブーツ、この絵
この絵シリーズは、あ、この絵シリーズ初なんだ。ってことはどっかにまだ残りあるな。と思うんだけど、また本丸来ちゃって直台よくぞ。さあ、玉座の間って書いてあるわけ？単純なことやったんか。いや、動かすんかと思った。めちゃめちゃ探したやん。あ？よっ。お。どんな服やろ。よっ。珍式英傑の服。ハイラル王家から認められた英傑が着用した服に肩当てなどを増やし、旧式からより冒険に適した改良が施された最新式の服。よし、受け取ったぞ、ゼルダ。これあれかな、敵の HP 見えるようになるのかな。いやー、結構探したよ、まあ、とりあえず一件落着。さてさて、どうしようかね。とりあえず前の動画で回復アイテムを相当使ったんで補充をしようかな。とりあえずマックス系を1個だけ使って料理するっていうのが好きなんだけど、ダイマックスラディッシュは梅ばあさんが作ってくれたしね。これはすごいよね。マックス系は割とあれかな、そんな手に入んないんだね。あんま持ってないな。で、そうしたらあとはひたすら肉だな。3つで9個。9個ね。9個でもよく、まあ悪くはないな。12個。12個ね。まあ上の列の半分ちょっとぐらいだよな。上の列20個だからね。あと。まあ、ひたすら肉を焼いといてもいいかな。基本
そのハート回復以外でなんか必要な料理今んとこないからね。まあ補充もこんなもんでいいでしょう。さあ、ね、で前回の動画で思い出したのが、ここに祠があるはずだっていう仮定を出してた上で、こっからここに行きやすくなるよねって自分で言っといて、行くの忘れてたんで、じゃあここ行きます。エネルギーの長持ちにしておいて、近いな。ひょっとするとパラセーリングだけでも行けるかもしれんけど、まあ、爆地はしたくないよね。賢者の石とかあったりするんかな。このアイテムは、あ、よせよせ。このギアはあれかな、あそこに行っていいよっていう、そのためのやつかな。この池、またブラッドムーン？こなしたばっかなんだけど。お。石。おー。どうせ取ったっしょ。そうだな。なんか寂しいわ。自力で取ってんの。でもアイテムないか。あ、登れた。ということね、こちらに行きましょうか。赤く染まりし月。赤い星じゃねえわ。赤い月が出ると、まあ、倒した敵、壊したもの、まあ、あとは取った宝箱で復活するやつがあって、でそのたんびに、まあ、自分はライネルとかグリオクが狩るのが好きなんで、これをルーティンにしてたんですけど、今回行くのやめようかな。なんかちょっとめんどくさいね。ライネル狩りとかしてると、とりあえずこの弓が手に入るから、それで、あ、でも5連射めっちゃ増えてきたね。まあ、ほとんど使ってないから、6個あるな。っていうのと、あと、まあ、武器の補充にもなったりするから、それでも回ってたんだけど、まあ、あとはもちろん素材だね。強化するための素材多い方がいいだろうし。まあ、でも、こういうの見ると、ちゃんと行きたくなっちゃうな。どうしような。非常にめんどくさい。当たるかな？よっ。戦闘態勢。あ、待てよ。英傑の服。HP は？見れるのかな？捕まえたな、多分。あ、違うか。あれ、なんか敵の HP がなんか数字で出るっていう能力ないのかな、今回。いや。さあ、石か。地図か示してくれ。くそ、
ほんとゼルダってなんかこう、散歩を楽しむにはいいゲームだよね。お？何さん？何さん？お？あれか、白龍さんかな？朝11時。プロドラさん、何が欲しいかな。まあでも何にも持ってないね、多分。鱗もないし、角もないし、爪もないし。じゃあちょっと角を狙いますか。角ってどれ？これ？はいはい、うわ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 、よし。あ、角、これ登録できるんだ。鱗は乗んなかったよね、確か。ネルドラさん、よし。この辺の池なんか手つかずだな。怪しい。飛び込む系のコログもいないし。平和だね。下流へ行ってみよう。まあヒノックスとかいるんじゃないかなみたいな雰囲気はあるね。ああ、イワロックか。よっしゃ、じゃあ最果て上空チャレンジするか。お、ここ行ってないね。まあコログぐらいはいるでしょう。いるわな。そりゃそうやな。捕まえた。あ、やるな。久しぶりだね、君たち。こっから、いけるかな。真上に飛んでいくゾーンアルギア。よっしゃ。出発。さあ、たどり着けるんでしょうか。お、見えてきた。青ゲージがそろそろなくなりそうっていうところだね。エネルギー節約装備があると結構飛べるな。何が出るかな。キングかな。キンググリオークかな。キングでもおかしくないよね。おほほ、キングだった。これ使うからね、この乗り物。これは中央ら辺で止めないと。で、真上に向けて。食らう食らう食らう。ああ。やばいやばい。どこどこ？どちらにいらっしゃ。おっしゃ。
隙あり。オッケー。その間にちょっと作ったばっかだけど食べますか。はあ、んで、マスターソードが復活してたんで作っとかないとね。ほら、自分の羽の攻撃を食らえ。どっから飛ぼう。これかな。おっよっ。2周はちょっと厳しいかな。あー、これやばいね。ひょっとすると吹き飛ばされるかも。よし、だよね。そうなんですわ。あとタイミングがね、難しいんだよね。これ多分1周もできんな。まずい、まずい。復活してない、復活してない。あー、やばい、完全にアウト、完全にアウト。うわ、見えない、見えない、見えないけど俺には見える。嘘をつきました、見えません。よし、よい、よい、よい。2周は無理やな。ですね。これは食らうしかないな。あ、上に行かれるとマジでまずい。よかった。HP がギリ。まだその域に達してないね。ここで仕留める。いや、ここで仕留めるのはまだ難しいね。もう一回上に上がってもらって、って感じやね。次やな。おっ、これで仕留めないとまずい。いけ、 OK。 よし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 。肝出やすいんかな、やっぱ。いいよ。キング君攻略したわ。まあ一子か。一子だとして四つ目やな。四つ目。これでだいぶいったんだけど、ここいけてないな。出過ぎじゃない、出過ぎじゃない、全部全部出したんじゃないっていうぐらい出てるな。あ、うわー、大きなゾナエネルギー使っちゃった。間違えた。50個少ないなと思ったけど、そういうことか。うわー、やったい。そうか、こんなにたくさん出るんだ。そうか、そうか、届かんな、これ。届かんな。翼だと途中で消えちゃうんだ。だけど、あれなんだね。あの四角い台の上に登ってくやつは消えないんだ。あの土台が消えないから。こういうことか。ブロックゴーレム発見。やっぱ自分の仮説当たってるっぽいな。壊れないね、翼と違って。はい、
ほい。ほい。これとさ、キング・グリオークの報酬と一緒っていうのが、ねえ。ねえ。まあ、嬉しいですけどね。ってなわけで、だいぶ行ったな。んで、行ってないのがこの辺なんだよね。で、ここ多分、祠があるんで、ここに祠があると、この闘技場へのアクセスがしやすくなるんだよな。今んとこルーティンの時はここの眺望台打ち上がってこっち行ってたんで、割とね時間かかるんだよね。あ、しかもこの辺どこも祠行ってないな。行くか。これのデメリットは上がりすぎることかな。んで、ここで真上。よし。さあ、何が出るかな、これは。タイマー爆弾。あ、ロケットいいね。小さなタイヤ。何気にね、ロケットはあんまり見つかんなかった気がする。よし。まあ多分あれをなんかガチャガチャ動かすんだろうね。ジノードカオ。パズルを解いて持ってきてね。もうこれでしょ。で、中泊。あー、なるほどね。これゾナーギアで飛んでってもいいわけ。ブイーンって飛んでってさ、運んでもいいんだよね、きっと。まあ、でもそんなね、野暮なことしませんよ。こんな楽しそうなおもちゃがあるんだから。これで OK？ ちょっと微調整。え、一瞬で終わっちゃったけど、まさかね。これでは終わらんでしょ。まあだけど、前もそうだったんだけど、宝箱があると思うんだよね。ここに。前ちょっとブランブランしてんのが見えたような気がする。宝箱どっかでぶら下がってんじゃないかな。あったあった。どうしたらいいんだ。こう来てこう。ああ、落ちてた。ってことは、こういけば？いい感じで巻き取っていく。あ、もう一周いるか。
こうか。惜しいね。惜しいけど多分自分自力で持ってこれるか。これがくっつければ。そうやな。はい、かしこ。で、ブチッと切って。ほっ。地図でしょ、地図。さあ、これ、来いよ。来い。あららららら。あららららららら。何回連続入室済みになってんだろう。はい、持ってきました。ちょっと簡単すぎますね。もうちょっとひねってもらわないと満足できない体になっちゃいました。まあ祝福だな。大きなゾナウエネルギーの確率 20%。 お、ありがとう。ダイエ何個目やろ。あ、10個目。ラメラのとこ行けるわ。ラメラ行こう。ガノンシティ。ガノンシティじゃないわ。ゴロンシティ行こう。ほっ。お、来た来た。頼むよ。来い。ティーン。お、しかも何見落としてんじゃん。このメロディー、どちらにいらっしゃる。ちょっとなんか優しいメロディーだから白龍かな。あ、やっぱり白龍専用のなんかメロディーがあるのかな。ミゼルダだろ多分。ちょっといたずらしてみるか。角いただこうかな。んでさ、君静かとかつけれんかな。君静か、君好きだったろっつって、なんか反応あったりしないかな。つけれんか。選択肢ないよね多分。あったあったあった。ちょっとつけて。どう？贈り物届いたか？自我がなくて覚えてないかもしれんな。ミシスカが好きだったってこと。いや、なんか切ないな。本当にあれゼルダなんかな。そうだろうな、十中八九。ストーリーを進めるのがちょっとなんか切ないな。よっ。おい。白龍の角。武器につけると使用者を癒す不思議な性質がある。回復するんだ。あ、しかも何？腰のかけらまでゲット。どうも。これ祠？祠じゃないよね。祠だってすぐ近くにあるし。すごいなんか夜光石の塊みたいな。なんだろう、古い地図でも置いてあるのかな。色的になんかこう賢者の石が置いてあってもおかしくないよね。夜光石？いるか。あー、なんか宝箱ある。やっぱ賢者じゃない？賢者の石。地図か。あるかな。はい。お、レア物。ダイヤ、ダイヤ来い。ルビーか。ダイヤほんと出ないんだよね。下手したら100個に1個ぐらいかもしれん。全然出ないマジで。落ちないパターンね。
り3つだからね。これ抜くとあと2つになるな。おう、おう、はい、ああ、うん、おう、この辺は飛ばしますと。はあ、頭がクラクラします。ああ、素晴らしい発見です。時の神殿が空に浮かんだ、まさにその日のことが書かれています。うん、アイラル氏にとって大発見、いや超発見と言ってもいい。不思議の力が無数にあったと思われる当時でも、大地や建物が空に浮くなどととんでもない出来事だったのだと、この記述からリアルに伝わってきます。うん、ゼルダさんは遠い未来に空に浮かべた大地から勇者が現れ、アイラル王国を救うと予言し、侍獣さんもその言葉を信じて勇者の助けになるよう、ミレイさんに作ってもらった空に浮く石碑に日記を書いて空へ放ったとあります。ああ、感動のあまり手も足も、いいえ、全身の震えが止まりません。すいません、私としたことがみっともないところを。これさあ、なんかさあ、預言者って言ってた話があったじゃん、ブレワイの時から。預言者がゼルダだったんだね。なんという伏線回収。あと2つ。おう、ゴロンシティ、ラメラー、買い取ってくれ。めちゃくちゃ時間かかったよ。どこだラメラ。口の中とか。いた、見えた、ちらっと見えたよ。まあそうか、あんなすんごい目立つとこをチェックしてなかったな。こんにちは。ほい。いたかな、ラメラ。オッケー。そう、売ります。次はなんだ。ルビー、多分ある。ああ。サファイア。ああ。うん。サファイア。ああ。ルビー。そっか、ずーっとなんかこう、ランダムなのかな、うん、ダイヤ当たったら終わるな。おい。めっちゃお金入ってきた。ああ。止まった。また10個っていうのは相当時間かかるな。まあでも言っても、まあルビーとかもそんなにたくさんはないな。で、オタクのところのユンボウ君のアバターを強くしようと思います。ユンボウ、ユンボウが親指、今更だけど、4人集めたとして、指が1本余るね。5個目がなんかあんのかな？
このエリアに来てまだ取ってないのがこの火炎系の装備の服なんだよな。多分ね、冬のやつが全部こっちにあったのを考えるとこっちにあるんじゃないかな。まだちょっと若干歩いてないとこあるんで、どっかに洞窟があれば。でもとりあえずルーティンやるか。ルーティン中にコルテン発見。剥離。コルテンからは迷い情報をもとにまだ行ってない洞窟を教えてもらうっていう技で進めていきたいね。北西ヘブラ山頂のさらに北西。いやー、心当たりあるなー。これやろ、かなり序盤に行ったとこだから迷いのことまで気を配ってなかったな。もったいない。あっていうかここもまだだな。いや、こういうのは潰していけばいいのか。結構あるね。とりあえず財宝探しに行きますか。ああ、歩いたことないところやね。真下にあるね。採掘場。おお、よっよっ、これか。頼むよ。じゃないんだよね。始まりシリーズが揃っちゃった。こうファミコンのやつかな。色的にも多分そうだね。こちら実況動画ありますのでぜひ見ていってください。まあ、非常にブレワイにもつながるなんかシステムでした。どうすっかな。まあやっぱりとりあえず炎の服は探したいな。まあおそらく洞窟の中だからやっぱり引き続きルミー探しだね。めっちゃ迷うな。こっちも見たいけど、とりあえず近所から行くか。
資料役に立つな。コロコもいんのかな。洞窟だね。発見したか。ああ洞窟ではないのか。カラフル提灯がいっぱい。ん？コロンシティ採掘場。お？いいか。これは？トロッコ？お！来た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 。これ洞窟属性？洞窟だね。来たよー。トロッコあるかな？ないね。ひょっとして別の入り口からここに出てくるやつなのかな？んじゃあまあ一応センサー迷いにしとくか。広いかもしれんし。いやあ、お前ら、我慢比べやな。何してんだよ。笑顔はトロッコから。お客様になっちゃった。明日から朝まで。いつでもスマイル、ほん。いや、いい笑顔してるよ。とかは始まったの？2周目。トロッコ&スマイル。的を壊す。しまった。弾かれてる、弾かれてる。三。六。七。これがむずい。八。九。笑ったな。
くはないかな。これってさ、増えていくとなんか装備品もらえたりするのかな。でもミニチャレンジ増えた。そういう意味か。7個で終わるんだ。どうですか。あ、すごい褒められた。ってことは上級があるよね。デスマウンテ。ここじゃないんだ。超難関。こんなかか。あ、いた。てか迷いがまだいるじゃん。迷いがまだいる？なんで？近くに洞窟があるってことだな。なるほどね。外から探すときもさ、迷いをセンサーにするっていう手があるかもしれんな。すげえ便利。この辺かな？真下じゃない？多分。ハンコン。素晴らしい。迷い。普通に洞窟ありそうやな。ん？ああ、めっちゃ序盤に来たとこやん。そっかそっかそっか。忘れてた。じゃないな。お宝がなかったな。まあでもなんか洞窟の探し方、ちょっと新しいやり方発見したような気がするね。
だよ。奥に見えるのは探し求めていたやつじゃないのか。えっ、迷いさんもいらっしゃる。僕じゃない。よし、やった。え、なになに。この地を訪れし者へ。世にも不思議な地で入手した財宝、夢見の勇者服。宝箱に納め隠した地をここに記す。アバント辺境の地、ルツギシククジャの中央に石柱立ち並ぶ遺跡あり、その太き柱の一つが我が宝への道を開く。謎を解き宝にたどり着いた者にその宝を与え、盗賊ランダ。夢見。なんか追加でお題もらえるのいいね。どうしよっかな。とりあえず地味だけど迷い探ししようかな。まあ、このチェックマークがついてない洞窟ね。ルミーちゃん、もしかしてルミーがいるとこってさ、迷いがまだ取れてないところで出現するんかな。ああ、ここか。よっ。あと思い出したのが報告だね。討伐の岩ロック、討伐報告。そんな驚くようなことではない。一体何匹倒したと思っているんだ。100かね。次はどこだ。おう、ああ、あれ、一体だけでいいんだ。ああ、まあなんか取りこぼしがあればここで確認できるよってことね。まあじゃあお金も入ってるし買い物するか。さあ、ばあちゃん買いに来たぞ。夜行マスク。夜間移動速度だったっけな。あ、何もなしか。暗闇の中では怪しく光る。あ、この兵の服ここにあるのか。買います。ズボンが手に入ったんでね。頭のやつはどっかに売ってんのかな。持ってるやつばっかってことか。
うわー、迷い行ってないとこめちゃくちゃあるな。まあめんどくさいけど、めんどくさいからやっちゃいます。超絶イーズウェイ。いきなり迷いっぽいね。俺も前進めてないやつだな。これはもう進み方自体がわからんな。壊せるんか？そんでこの辺でも反応があったから、ひょっとしたらこの辺に洞窟があるかも。さらに下？そうやん。もう赤い月か。もしあの骸骨の中に洞窟があるとか。いや、ないか。いや、反応だけはあるんだよな。いた。ほい。まっと。
多分今洞窟マークが出てるところは全部潰したかな。いや全部っていうか、一箇所だけどうしてもダメだったところあったけど。ここね。ここは本当謎だな。まあ、おいおい解決していきましょう。まあ、割とめんどくさかったけど、そんなに時間かかんなかったかな。いや、まあでもかかったのかな。でも逆に言うと、これからは迷いで反応すれば、新しい洞窟ってことになるしね。まあ、そういう時間の投資だよね。もうちょい粘るか。粘ってみよう。ちょっと景気づけに久しぶりに岩塩マッサージ受けるか。まあ、おお、ああ、あ、5つも必要だっけ。おお、まあ、よろしくお願いします。どうもんで、また結構料理食べちゃったんでね、補充するか。お、24個、まあほぼ満タンになるな。内側から洞窟ないかな。あ、これは普通にコログやな。これがだから岬のさ、洞窟で塞いでるやつと全く一緒だよな。これなんか開くんかな。あいつなんか知ってんのかね。早くたどり着かんと。平気よくやったろか。じゃあマスターソードでやったるわ。あー、ピヨった。大丈夫か。大丈夫ですか。あ、でも昔来たことあるのか。まあ助けたことあるんだね。やっと来た。結構長い間なんか伸びてたね。ベニコ。ちょっとさ、そこの奥のやつなんか知らない、うん、まずお礼を言ったらどうなんだい君。ベニコ、まあでも多分ベニコこれのことを話し始めると思うんだよな。地上絵がどうのこうのって。落ち着いたか。ああ、ええ、指導。もういろいろ試すしかねえわ。地上絵のさ、記憶の中でもしかしたらこれの開け方とか出てくるのかもしんないね。うん。もう、ずっとクラクラしてていいよ、もう。
聞き込みもするか。えい、マーハ、ああ、サパ、ああ、ああ、おう、なんかいる。サブクエあったんだ。君さ、なんかさ、柱の開き方知らない？船ね、作れと。取り戻せみたいな。果ての小島。うん、落ち込むなよ。一回さ、こっちの目を見てさ、頼んでみろよ。お願いしますって。あればなーじゃねえんだよ。どこ行けばいいの？果ての小島。あ、これか。行ったな。船あったっけ？この船か。三層ともあればいいのかな。何これ飛べんよね。さすがに馬力足らんか。そういうことか。それで扇風機とかがあるわけね。進んだ。進んだけどめっちゃ時間かかるぞ、これ。まあ、行くか。まあ、多分だけど、一艘でいいんだろうね。一隻っていう単位かな。三ついらんだろうな。けど、ついでだし。さあ、リンクくん、何を考えながら、船旅をしてるんでしょうか。いい加減、ゲルド地方行けや、みたいなね。どんだけ道草食っとんねんと。いや、それはね、全く俺も同じ気持ちよ。でも、しょうがなくない？まあ、しょうがなくはないけどさ。なんかブレワイ2周しちゃうと、なんて言うんだろうな、こう、ゼルダの楽しみ方って結構自分の中で決まってきて、こうゆっくり発見しながら味わっていくのが一番楽しかったりするんだよね。ゼルダってさ、初見プレイが最もなんか美味しいじゃん。何にも知らない状態で、あ、これこういうことだったんだとかさ、こういう発見が楽しいし、こんなとこにこんなものがあるとかね。結構ゆっくりやるの大事なんだよな。てかバッテリーも全然減らんな。そろそろ到着するかもしれんけど、青ゲージ終わらないね。びっくりするんじゃないかい、君。おう？お？あ？その船は？こっちこっちって、いや、分かっとるやん。めがけてきたんやんか。これ3つで正解なんかな？
改造したの。おお。愛しのムベ号。ムベ、ムベって何？なんか洗濯、洗濯何これ、棒？紐？雨めっちゃ降ってんだけど。星のかけらか。いや、それより今情報が一番欲しいんだけどね。おはよう。何何？何売ってんの？お金ならあるぜ。お金なんか取らない。大丈夫か？あれ？どこにあんの品は。あ、これか。剣台、鎧ガニ、目玉、まあ、送ったね。一番持ってるの少ないのが鎧ガニか。全部もらいます。でもさ、本当お金取らなくて大丈夫なの？なんか自分が海賊になったみたいになってるけど大丈夫かい君。監視トレーデーにいる女房。あれ、二人で手分けしてなんか商売し始めたのって君か。本当は二人でいたかったけどってボソって言ったやつ君だったっけ。まあいいや。まあここの入り方は分かんなかったけど、多分地上絵がヒントをくれるんじゃないかなという予想をしておこうかな。さて、ヒローネ区域のここちょっと気になるんで近づいてみようかな。なんだろう、これコログでしょ。あ、違うんだ。いらっしゃるにはいらっしゃると。あ、そういうことね。はい。何これ。あれか、飛び込みの儀かな。いやー、でもなんか変わった形だね。まあでも行けるな、行こうと思えば。まあだけど今はやめといて。まずは向こう。翼がある。お、久しぶり。ほチーズ。どこを指し示しているんでしょうか。残念。ちょっとなるべく再利用できるように。うまいな着地。うこう、うこおじし。嵐の中から持ってきてね。どこ？よっ、はっ、ふっ。ん？はっ。あ、違う。
あー、の裏側にあんのか。行きましょうかね。まあ、ただこれ中古だからね、消えるな。あれに変えた方がいいのかな。なんとか届きそう。おっ、燃やせ。上手。いいね、帰りの便ちゃんとあるな。よし。いいよ、素材も全部あるからね。このまんま料理して。できれば3も使いたくないんだよな。さあ行きましょうねーと。まあ空を飛ぶ上で一番大事なこと、それは着陸だ。だがもう一度やってみせているから、一度やれたことをもう一回やることは簡単である。そうだね、簡単だよね。待てい、待て、まだまだまだ打つ手はある。いいよ、いいよ。ディン、危ない危ない。あ、危ない危ない。さあ持ってきたぞ。祝福。サファイアだ。盾か。さてはそんなに必要じゃないよ。ごっつぁんです。さあガチャガチャ何があんのかな。起き上がり拳、ゴーレムの頭、香水、台車、あ、台車ありがたいな。台車翼でよく使うから。ゴーレムの頭ってなーに。敵とみなすものを見続けるとなうギア。結局あの中にはどうやったらいけるんだろう。普通に行ってもなんかバチバチやられちゃいそうやし、まあ、でも行くしかないのか。雷遅いし、電気系は外していこう。お、お、普通に見える。お、普通になんか晴れた。攻撃されるわけじゃないのか。雷鳴の島。雷に打たれるわけじゃないんだ。どこに何があるか全然わからん。ちゃっ、あ。ちょっとじゃあどっかに
着陸してもいいのこれ。へえ。ちょっと視界がめちゃくちゃ悪いんだけど。え、強引に来ちゃった。なんじゃこりゃ。というわけで今回の動画はここまでにします。ここ着地できると思わなかったからさ、跳ね返されて終わりかなと思ってたんだけど、なんか上陸できちゃったんで、その攻略は次回やろうと思います。ぜひいいねボタンで応援とチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。